こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日はですね、企業の説明会でみんなが騙される嘘。えー、清水さん、企業の説明会って嘘はありますよ、当然。嘘とは言わない。誇張されすぎてるケースが多いんですね。しかし、その中にね、たまに嘘が混じってるケースもありますから、よく注意してほしいんですね。4月に入ったらですね、 説明会っていう方もまだいらっしゃると思います実は会社説明会で知らないうちになるほど誇張された内容そして嘘にですねなるほどいいなって思ってしまうケースがあるんですね本当に素敵な会社を見分けられるようにですね確認してほしいポイントを今日をご紹介させていただきますよくですね最近の学生さんはですね福利構成の充実が重要だっていう方が多いんだけどいいですか 企業の人も皆さんが福利厚生福利厚生って言うから福利厚生だけ充実してるいろんなものが出てるってことを説明するんだけど本当に重要なことっていうのは給与の総額だからねそれで給与の部分を減らして、ね、補助が多いからって言ってそれが素晴らしいって思ったら大間違い特にです、ね、家賃補助が出るんですよ。家賃補助が出た分だけ給与が少ないんだったらそれ手当の部分に、ね、回して本給を減らしてるんだからそのことをちゃんと確認しないといけないそういう意味で言うと確認時事実行はですね 手当てが多い分基本給はどうなってるのあなたがもらえる総額はいくらなのなんですよ。ね、その中のの中基本給部分と手当の部分でねよくね僕質問があって驚いたんです。清水さんね外資系って手当ないじゃないですかだからあの日本の企業ねいいですよ。ちょちょちょっと,とあなたね外資系と日本の企業で給料差がもし100万円あったらですよ年収100万あればそんなね補助いらなくたって十分じゃないですかと。だって外資系はね給料高いそれで自分でやりなさいの。 で、そういうことも含めて給料総額、それを見ながらチェックする必要があります。そして2つ目週休2日でしっかり休めます。おなんだ週休2日かおいおいおい週休2日だけでね。判断してあげませんよ。確認すべき事項は何だと思いますか？そもそも何曜日が休みなんですかね？なんです。いいですか？産業によってはですね。土日が休みじゃない会社もあるんです。 それはそうですよね法人向けの企業は法人が土日を休んでますから休みなんですでも B2C の産業はね、消費者が土日お休みじゃないでしょむしろ土日が重要だから土日は出なきゃいけないだから何曜日が休みかってことをきちっとチェックしなきゃいけないそしてもう一つ年間休日っていう概念を知ってますね完全週休2日だと52週ですから104なんです今大手企業って言われてるところの休みはですね120日を大体突破してるんです そと年間休日が何日あるかってことの視点もきちっと持っておく必要があるそして休日出勤ってどうななるんですかなんでですすか、ね、例えば我々もイベント会社ですからもちろん我々も土日が休みなんですけど係になった人は土曜日日曜日出なきゃいけないその代わり出た分は代給が取れるそれから休日の出勤体制はどうなってるそして休日出たらどうなってるのこのことをしっかり確認しておかないといけないこれが重要な部分ですね。さあ3つ目残業代はきちんと出ますみんなそう言いますね。 残業代は出るるんんんだけど皆さん給料の仕組みを正ししく認識してないケースがあるんです確認すべき事項はですね固定残業代これみなし勤務時間制度っていうのがあります我々の会社もそうしてるんですけど見なしっていうのはですね今普通はですねまあ普通の会社っ大体9時から5時半か9時から6時までそうすると休みを1時間入れるって形になってますから6時間半以上の勤務の場合に1時間以上の休みを入れなきゃいけないっていルールがあるんですねそうすると大体実金7時間半なんですねでこれを超えた場合が残業の扱いになるんです。 しかしみなしっていうのはです、ね、月の中で例えば15時間は残業代を込みしてもう払ってます例えば30時間を込みして払ってます40時間を込みして払ってますそこを超えてから残業代になるってことです。 分かりますそうするとです、ね、皆さんがチェックしなきゃいけないのは固定残業代はいくらみなしの部分が何時間組み込まれているのかこの確認をしなきゃいけないそれとともに実際には何時間ぐらい働く労働時間になっているのかをチェックしておく例えばみなしが45時間組み込まれていても残業が5時間から10時間しかないんだったとするとです、ね、その分のみなし分が全部皆さんもらえているからこれ得してるんですね。 しかし45時間フルフルで働いてるとするとそれは労働時間の単価がいわゆる低いってことだよねそういう意味で言うと固定残業代制度は組み込まれているか実際にはどのくらいの時間働くようになっているのかきちっとチェックしておいてくださいさあそして説明会の嘘四4番目若手から活躍できますこれですね全ての会社がそう言います全ての会社が若手から活躍できるそんなわけないでしょとこういうのはねオープンワークとかで口コミサイトをよく読んでくださいちゃんと書いてありますから確認すべき事項は何だと思いますか まず研修制度清水さん研修が充実してるんですよね半年間ずっと研修ですおいおいと半年を研修する会社でね若手から活躍できると思いますかなんだよわかる 若手から活躍させるっていうことはさ結構荒っぽくいろんな仕事を早くからどんどんさせて揉まれるから若手からできるってケースの方が多いんだよだから研修制度が充実しすぎてるっていうのはね手厚すぎるのは若手から活躍できないんじゃないのって思うってことも重要だ研修制度をチェックしてください。そして仕事の内容 若手から活躍してるけど仕事がですね1年目も2年目も3年目も4年目も5年目もない単純作業の繰り返しだったら別に任されるって言われないよねそうすると仕事の内容を確認することがとても重要そして若手から活躍できるよある部門だけねこういう会社がいっぱいあるんですまあ日本の会社のほとんどはある部門だけなんです活躍できるの若手からそうすると一部の部門じゃないのと全員じゃないよね 会社全体の仕組みじゃないじゃん。そこのことをちゃんと確認すべきでですね。もちろんこれは働いてる OB、OG の人に直接話を聞く。そして、口コミサイトなんかも活用する。そういうことが重要ですね。さあ、説明会の5つ目。大きな仕事など特例だけを紹介する。これは多いですね。だいたいムービーがありますよね。ビデオで。こんな大きな仕事してるぜ。全員のわけないじゃないって皆さん気づくべきなんだけど、集団シーンとかでね、動画を見ちゃうとすごいそう気持ちになる。おい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 、それでいいの確認してね。 これはどの部署の話なの何年目ぐらいの話なのってことをちゃんと確認してください若手1年目からねそんな大きな仕事を任す会社なんて僕は聞いたことございません、ね、任される人はいつなのどういう部署なの任されるのかそういうことをです、ね、きちっとクールに確認することも必要なんですさあこういういろんなですねうそ古代広告が行われている中で皆さんが絶対に確認すべきことは何だろう客観的に見るねなるほどって思うことも重要なの ししかしその裏で客観的にいいろんなこととを考えるという癖もつけましょう。そして2つ目大抵承諾する前に必ず OBOG 実際に働いてる人の話を聞くこのことを忘れてはいけません最後決める前に OBOG に本当の実態をきちっと話してもらって理解するこのことを忘れないでくださいさあ 説明会はあくまでも会社を知るきっかけなんです。会社はですね、自分の会社がいいとこだってプレゼンテーションする場なんですよ。皆さんに本当のことを言う場面ではないんです。プレゼンテーションして自分の会社がすごいぞってことを自慢する場なんです。そう思って聞いてくださいね。説明会で形成されるイメージが全てではない。実際に働いてる人の声、口コミサイトも合わせて確認してください。さあ、皆さんは確認作業は十分ですか全てのものは確認作業が必要。対策が十分。そして持ち駒も十分ありますか 清水さんいやいよねいろんなものがね僕らちょっと心配になってきたんですさあ持ち駒がなくなった人出会い場カンパニーはグループディスカッションを通して皆さんがですね新しい企業に出会える機会を提供してますもちろんスカウトサービスもありますそういう意味で言うとですね4月中もですね展開しています是非会員になっていただいてお申し込みいただいてイベントに参加ください。 そして24層の方で見ていただければさあ皆さんもですね自己分析から開始する必要があります自己分析ってやり方意外と難しいんです実際に皆さんにワークしていただく自己分析講座4月から展開しています出会い場の会員になれば参加いただけますそしてグループディスカッションこれもですね避けて通れません日本の大手企業の6割から7割は実施していますさあグループディスカッションオンライン型のセミナーもやってます出会い場の会員になってこの機会になっていただいてぜひ皆さんにお会いできることを楽しみにしています この動画が役に立ったら高評価ボタンよろしくお願いします。